トブラローネ、トブロロールはアメリカの製菓会社モンデリーズインターナショナルが保有するスイスのチョコレートのブランドの一つである。モンデリーズインターナショナルは1990年にこのブランドをジェイコブス・シャールから買い取った。この商品はベルンで製造されている独特な三角柱の形状で有名な商品である。トブラローネは1908年に スイスのベルンでテオドール・トブラーにより考案された。トブラーは、いとこのエミール・バウマンと共に、独特な三角柱の形をしており、ヌガーのアーモンドの蜂蜜の入ったユニークなチョコレートを作り出した。この商品が考案された地を象徴するマッターホルンの鉱山の中に、熊の画像が隠れている。スイスアルプスにあるマッターホルンの三角形が、トブラローネの形のインスピレーションのトブラーに与えたと、 広く信じられている。しかし、トブラーの息子らによれば、この形状は、トブラーが干渉したショーのフィナーレで、ホリー・ベルジェールのダンサーの作ったピラミッドの形状に、由来している。トブラーのチョコレートの初期の広告のうちには、国際語である、エスペラント語及び、イド語で作成されたものがある。1909年、トブラーは、ベルンにおいて、トブラローネの製造についての特許を出願した。 トブラローネのブランドは1909年にベルンのスイス連邦地的財産庁にて商標登録された。トブラーの会社は長年独立していたが1970年ミルカを製造するスシャールと合併しインターフードを設立した。その後ジェイコブスのコーヒー会社と合併しジェイコブススシャールとなった。1990年モンデリーズインターナショナルがトブラローネブランドを含め ジェイコブス・シャールの経験を取得したトブラローネの名称はトブラーの名前1960年代にはイメージ広告の一環としてコーギートイズによりトブラローネの広告デザインが側面に施されたフォルクスワーゲンタイプ2のミニカーが製造されたチョコレートバーのサイズは1 0センチメートルのものから 1m 近くまでのものがあるが比例型となっているシャット エスフードドリンクミスレイニーによればバーのサイズと三角柱の数は以下の通りとなっている。毎年行われるトブラローネシャーガフェストでは記念日を祝って特大のバーが制作される。バーの重さはトブラローネの公案からの年数を表しており2008年に制作された最初の特大バーは 100kg であった。1970年代以降、カキを含む 様々なバリエーションのトブラローネが製造されてきた。プレーンチョコレート1969年発売。緑色、または黒色の三角形の箱入り。ホワイトチョコレート1973年発売。白色の三角形の箱入り。スノートップ三角形の頂の部分にホワイトチョコレートを乗せたもの。白色と銀色の三角形の箱入り。フィールドエディションズ中心部にホワイトチョコレートを入れた。 ミルクチョコレート版。青色の三角形の箱入り。ワンバイワン個別包装された三角形のチョコレート。トブラローネプラリネズ1997年発売。単独の三角形のチョコレート。ベージュの箱入り。フルーツナッツ2007年発売。半分紫色をした紙製の箱入り。ハニカムクリスプ2009年発売。半分は白色で、軽め焼きの粒が描かれた箱入り。 クランチーソルテッドアーモンド蜂蜜とアーモンドのヌガーとキャラメルを絡めた塩味のアーモンド入りベルナーベイア表面にベルンの熊とベルン氏の紋章が浮き彫りになっている 500g のミルクチョコレートバートブラローネのバリエーションのうち三角形でない唯一のものであるトブラローネとベル三角形の薄い板型チョコレートベージュの三角形の箱入り2016年 英国で販売されている2種類のバーについて、三角中同士の感激を広げる変更が行われた。この変更は、箱のサイズを変えることなく、バーの重量をカットして製造コストを削減するためのものであった。この変更により、400g よび 170g のバーの重量がそれぞれカットされた。この変更は、好意的に受け止められずある、スコットランド議会議員が、 この変更を止めるために議会に対し、統治機構としての行動を取ることを求める事態にもなった。スイスの国境地域で広く見られる、戦車侵入防止用に一列に設置された構造物がトブラローネラインと呼ばれるのは、形状の同一性から本製品の名称に由来していると見られる。1995年、スウェーデンの政治家もな、サーリンがリクスダーゲンより支給された。 クレジットカードを利用して、すなわち税金から、トブラローネーバー2個を含む私物を購入していたことが発覚した。このことは、トブラローネ問題として知られることとなった。サーリンは、この件により、次期首相候補者の地位を追われることとなったが、1998年に、政界に復帰している、マンチェスター市オックスフォードロードに所在する、マンチェスター大学学生寮は、 1975年、五路建造され、本製品に形状が類似しているため、トブラローネの名で知られている。ありがとうございます。